アンドロニコス・パレオロゴスは、東ローマ帝国皇帝マヌイル2世、パレオロゴスと、皇后エレニドラガシュ・パレオロギナの大密語、テッサロニキ戦成功。おそらく、七マヌイル2世の西欧訪問中にミストラスにて、生まれ、アンカラの戦い後、両親と共に、コンスタンティノポリスに行きそこで、幼年時代を過ごす。いとこに当たる皇帝ヨアニス7世、パレオロゴスの死後、 トーマ・ヌイル・ニ世によって、テスサロニキ戦成功に据えられたが、無論当時8歳のアンドロニコスに統治能力は、なくその地位は、名目的なもので、実質上の権限は別に任命された、行政長官が掌握した。1417年頃から、アンドロニコスも、実務を遂行するようになったようであるが、特に目立った業績はない。目踏みと一世の死去に伴うオスマン朝の内紛に、 介入した東ローマ帝国は、新スルタン、ムラと二世の報復を被った。1422年8月には、コンスタンティノポリスが包囲に遭い、翌1423年には、ギリシア南部の帝国領、モレアス先制公領が侵攻を受けるという苦境の中で、テッサロニキにも、オスマン朝の軍事的圧力が及んできた。アンドロニコスは病弱で統治者としての意思にかけ、 この苦境になす術もなかった。彼は結局、市内有力者との協議の末に市民の信仰の自由、既得権の確認、量食確保などの条件をつけ、週1423年9月13日にベネツィア共和国に売却した。ある記録によれば売却額は5万のミスマドゥカーと出会ったという。この売却譲渡に村と二世は激怒し、 テッサロニキ氏は7年間にわたる継続的な法以下に置かれた。1430年、氏は陥落しオスマン町に併合されることとなった。州去ったアンドロニコスはニーセオドロス二世位、パレオロゴスの統治するモレアス先生高領に身を寄せた。その後コンスタンティノポリスに戻り、修道士アカキオスを名乗って修道院にて寄席を送った。 彼は1429年3月4日に死去し、パントクラトル修道院に葬られた。彼は少なくとも引退前に結婚し、子供がいた。妻の名前は知られていないが、ヨアニスという名の息子が知られている。ありがとうございます。